にちは、くまみきです。今日はちょっとね、お部屋のものをダンってどかして空間を作って撮影しております。というわけで、夏服購入品紹介やっていきたいと思います。というわけで、もうすでに早速着ているんですけど、ちょっと割ともう動画でいっぱい着てるやつからいこうかなと思って、一つ目こちらです。全部同じブランドなんですけど、ブルームーンのトップスとパンツとあとベルトです。展示会なんか髪ボソボソとりあえずなんか適当にえってやったんだけど取れてきちゃった。まあいいか展示会行った時にね、コーディネートで一式で揃えて買ってみました。めっちゃ可愛くないですかこれ。ニットのこの柄の細かさとかもう最高なんですよ。映えニットなんですよ。好きこれね。サマーニットって暑いイメージあるけど、でもまあ半袖だしいけるかなと思って、これのね水色と迷ったんだけど、やっぱこういうピンクのバーンってやつがね欲しくてこっちにしました。でパンツがまたこれめちゃめちゃ可愛くって、ここまで下がれば映るのね。めっちゃ部屋の角にいるね。でパンツがこんな感じでバーンとワイドで、裾はねがっつり折り上げてあります。で私足短いんでマジ引きずるから、結構こういう厚底の靴をね履かないと追いつかないです。今履いてるのがハニーミーハニーで前に買ったやつなんですけど、ちょっとこんぐらいの分厚さじゃないとマジで引きずるでこのパンツ可愛いのがここなんですよ。ここがこう紐っていうの、リボンっていうの、ピローンってついてて、まあ、垂らしといてもいいし、こうやって結んであげるとね可愛い。で前についてて、後ろはねこの金具はあるけどリボンはないんですよ。トイレ行く時にさ、トイレにポチャンってなんないように後ろはなくしたんだってなるほどって思いました。でこのねウエストがめっちゃ細く見えるのが、私はかなりこの形が気に入ってます。ちょっと苦しいんだけどね、太ったからちょっと苦しいんだけどね。でも前より苦しくなくなってる気がする。ちょっと痩せたかな。すごい今日全身撮るからすごい嫌だって思いながら撮ってるけど、こうキューってウエスト、キューってハイウエストにね、でこのアンダーバストのあたりで止まるんだけど、キュッて見えていいんですよね。ニットちなみに出すと長さこのぐらいあります。こんな感じ、最後の最後のとこまで可愛いっていうね。でベルトがこういうちょっと変わった形なんですよね。普通前でガチャってやるんだけど、ガチャってやるとこが2箇所あって、こんな感じでテイッとします。なしだとウエストこんな感じでコルセットみたいな風になってます。じゃあ頭取れちゃったんですけど、結んでたの。これでね、私の場合だと下ろすとちょっとなんかぼったいかなみたいな気がしたので、これ着るときはいつも髪の毛アップにして、で編み込みヘアレジの動画前アップしたんですけど、あれでいつも着ています。で頭もこういう黒いヘアバンド、これは頭で買ったものなんですけど、昔こういうのつけたりとかしています。ちなみにピアスはミチュコケットです。昔から持ってるやつ。というわけでこんな感じでね、他のやつは多分今日初めて着る、ほんと買ったばっかだったりとか、展示会でオーダーしてたのが届いてまだ着てないとかなんで、今からいろいろ着てみたいと思います。楽しみはい、続いてこちらですあ、やばいな、綺麗めすぎてなんか恥ずかしい。くまみき OL になるの巻みたいな格好してるんですけどちょっと綺麗めのやつ、マジェスティックレゴン、初めて買ったんだけど、ここエアリーバックリボンシャツだって。で色がね超可愛いなと思って、ミント、今年流行りらしいミントのスケスケシャツです。後ろがリボンで、ちょっと今前インしてるんだけど、ラストこのぐらいですね。後ろ長めに作られてます。透け素材私めっちゃ好きなんですよね。でこれ超涼しい感じがしていいなと思ったんですけど、はずなんかだんだんこういう大人っぽいものを着るようになってるんだなと座っちゃった実感しております。でもこれさ、前ちょっとすっきりかっこいい感じだけど、この後ろのリボンが可愛いよね。色がねピンクかこのミントかで迷って、でピンクだったら多分このパンツともねちょっとピンクっぽいから馴染みいいだろうなって思ったんだけど、なんか似たような色ばっか持っちゃうなと思って、新鮮味があるねミントを買ってみました。ちなみにこの履いてるパンツと中に着てるキャミソール、これカップ付きで、後ろがね見えるかな、ちょっとこう編み編み編みってなってるんだけど、これはミスティック
ングです。春に買ったやつ、春服紹介で着てると思います。あとさ、この前買ったこれ、これめっちゃ歩きやすいね。 GU の購入品で紹介したサンダル、めっちゃ歩きやすい。これも歩きやすかったし、こっちもこっちもめっちゃ歩きやすかったから、ちょっと色違い売り切れる前に買っとこうかなってぐらい本当に良かったです。ちょっとこれあれだな、もうちょっと痩せたい筋トレしてこうキュッと引き締めてスッてきたいですね。ここがパンパンだなって思いながら、めっちゃポッケの跡出るなって思いながら、体型チェックみたいな時間になっちゃった次行きます。続いてはこちらです。黒ワンピ、この中の白いのも買いました。そして靴とピアスも買いました。全部新しく買ったやつ、イエーイ。で、このワンピとこのインナーのね、シャツ、 T シャツっていうか、なんていうの、このどんどん近づいていくけど、私この素材、クシュクシュ素材、ワンピもちょっとこっちは大きいクシュクシュ素材って感じなんですけど、両方ともE-WorldGalleryのお洋服になります。なんか7月末でブランド終了しちゃうんですよね。そうだから、そのせいなのかね、半額で買えたんですよ。嬉しいんだか悲しいんだかみたいな感じなんですけど、これ半額でいいのって思いながら買いました。他にも色があったんだけど、とにかくこうパパって着て出かけられるのが欲しいなって思ってたんで、ワンピースはだから一番合わせやすい黒を買いました。黒だったらね、中何色着てもいいかなって思うし、あと普通に黒いサラってしたワンピースだったら私惹かれなかったと思うんだけど、この素材感がねめっちゃ可愛いんだよ。このクシュクシュクシュってした感じすごい好き。素材もすごい軽いし涼しいです。でモノトーンだからちょっと小物でね色を入れて遊びみたいな感じなんですけど、靴めっちゃ可愛くないですかこれ。このスニーカーすっごい前から狙ってて、でラフォーレにあるウォールってお店で買ったんですけど、ジュエリーっていう靴で、本当もう何アクセサリーじゃんみたいな、めっちゃ可愛い靴なんですよ。そこのポコン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 ってしたのが本当漫画みたいですよね。で色もねすごい種類がどんどん増えてて、ずっとね何色にしようかが決められなくて買えなかったんだけど、ずっと頭にね残ってたこのピンクとパープルの組み合わせにしました。履いていたら本当ね、なんかポヨンポヨンって感じ、すごい楽しい、歩きやすいです。めっちゃ歩きやすいし普通にめっちゃいいから、久々にスニーカー買ったんですけど、他の色も買いそうだなってぐらいめっちゃ気に入ってます。これすごい可愛い、ポヨンポヨンあとはピアス、ピアス最近買ったやつ、こういうピアスです。めっちゃ可愛い、まあ、パステルカラーなの。パステルカラーとあとキラキラしたスケルトンの感じとかもすごいドタイプ。本当これは超出会えたなって思いました。私のために作ってくれたんじゃないんですかって思いましたね。これめっちゃ可愛い。これはあれです、東急プラザだっけ、原宿のあそこの上の方の階のアクセサリー屋さんですね。アクセの材料も売ってるし、ハンドメイド作家さんのものも売ってるしみたいなお店で買いました。めっちゃ可愛い。なんかサクって出かけられて楽だけど可愛い感じのコーディネートかなと思います。やっぱねスニーカー履く率高いで、こういうパパって受ける格好がすごい好きです。はい、続いてはこちらですね。ハニーミーハニーの展示会でね注文したやつが届きました。ファファファっていう、なんかハニーミーハニーといえばなんかこの形みたいな私の中であるんですけど、すごいボリュームがあるトップスです。ちょっとネックレスがちょうどいいのなかったなって感じなんですけど、ぐるっと一周結構ガバーっと開いた感じですね。ここがで、去年は私すごい髪が短かったからイケメンも目指してたし、なんかこういうふわふわしたの全然着れなかったんですよ。で最近髪ちょっとやっぱ伸びてきて、今日も少しだけふわふわって感じになってるんですけど、編み込みもできるようになったりとか、それでまたこういうちょっと女の子らしい服を着たくなったの。でもねやっぱ去年の1年があるからすごいね脳内がボーイッシュになってて、ちょっとこういうふわふわ系着るとちょっと照れる、恥ずかしい。もう今はねリハビリ中なんだよ。だいぶまあ慣れてきたっちゃ慣れてきたんだけど、だからこれもちょっとね着てドキドキする系ですね。このツルツルっとした感じの生地が可愛い。女子めっちゃ女子、ファッファーですね。でスカートとシューズはね前から家にあるもので、ピアスはさっき紹介したやつ、ちょっとこれとか次のとか少しベージュ系が多くなるかも。じゃ次着てみます。
そしてもう一個こちらのトップスです。ハニーミーハニーで、この下のパンツはね、春服購入品の時に同じハニーミーハニーで買ったんですけど、ちょっとここの素材が多分一緒っぽかったんで合わせてみました。でもこのパンツはね、長くってまだ裾上げ結局してなくってね、全然履けてないんですよ。すごい長いので、これがめっちゃ面白くって、貝殻のブラみたいなやつですね。袖はねチュールでファッファーっとなっています。でこれが後ろこうやって結ぶデザインになっているっていう面白 T シャツなんですけど、結構長いんですよ。出すとこんぐらい、割と長めですよね。着るときは全部いいんかなみたいな感じです。すごいよね、これしっかり縫い付けてあるんだよ。超守られてる感じするよ。うん、というわけでざっくりお洋服紹介したんですけど、あと1個これがあって、これがね、この上から着ちゃおうかな。着物バイナデシコの、これ着物ガウンなんですよ。袖が着物の形になっていて、着物の羽織としても着れるし、あとお洋服の上にガウンとしてもどっちでも着れるよってやつ で、そういうどっちでもいけますってやつ好きなんですよ。着物もすごいわって感じで着るよりは洋服っぽくカジュアルに着るのが好きなんで、こういうどっちにも使えるアイテムがあるとついつい買ってしまうんですけど、これここに紐もついてて、例えばこうやって閉じて結んであげたりとか、あとはこう後ろに回しちゃってこんな感じでね結んであげたりとか、このちょっとお花模様なのかな、模様もすごい可愛いな、珍しいなって思って購入しました。これのね黒もあって、で黒か迷ったけどベージュにしたの。でも黒もめっちゃ可愛かったから、あー黒もあー欲しいなってなってます。黒の方が何かと合わせやすさはあると思うんですけど、ちょっと涼しげで持ってない色のねベージュを購入しました。はい、というわけでいろいろ着てみました。でもいっぱい着替えてヘトヘトなんですけど、ちょっと他にもいろいろ小物系買ったので紹介したいなと思います。というわけで早速着けてます。こちらがですね、このスニーカーと同じお店で買ったんですけど、ピアスめっちゃ可愛くないですか。もうね、これ作家さんの作品的な感じですっごい可愛くってね、この色使いとか素材の組み合わせとかがめっちゃどれも可愛くって、本当に選ぶの大変だったんだけど、最終的に私は自分が持ってない感じの色を買おうと思ってこちらを買いました。緑のねクリアなパーツにこの白いビーズ、これも珍しいなと思って、でピンクのテグステンでしたっけ、この感じとかね、なんか組み合わせがいいなって。で決め手がね、この横こうちょっと傾けると飴みたいにねキラキラってなるの。後ろにこういうビーズが入ってて、それがねここのところでなんていうの、反射じゃないけどなんかニャーってってなって、それでねキラキラって飴みたいに見えるのがめっちゃ可愛いと思って悩んでこちらにしました。あとね、じゃーん、バッグ自粛期間中に届いてお出かけできないよってなってたんですけど、こちらがハニーサロンのバッグです。このレースの感じめっちゃ可愛いで、ピンクのこの中に使う巾着もね一緒についてました。非常にお洋服でもいいし着物にも合わせやすそうだなと思って購入しました。可愛い、すごい女の子っぽい。あとは着物関連でいくとめっちゃ可愛いんですよ。これおなじみの着物バイナデシコさんで買ったあんみつの帯留めです。やばくないですか、美味しそうすぎない。しかもこのクリアな感じがね結構いろんなコーディネートに合わせやすいかなと思ってちょっと一目惚れして買っちゃいました。さくらんぼとみかんとあんこと、あれアイスかな、白玉かな、あとなんだっけ寒天とかいろいろねちゃんと入ってんの、すごい可愛いよね。この夏使いたいと思います。っていうか今年の夏みんな浴衣着ます？私はもともとね着物とか好きだから別に何のイベントとかなくても勝手に一人で着てるんですけど、花火大会とかないからみんなどうかなって思って、なんか浴衣系の動画とか出そうかな、でもみんな着ないしどうしようかなってなってるんですけど、どうですかね、ちょっとよかったらコメントで教えてください。でまたちょっとそれ関係で買い物をしたのがあって、ちょっとめちゃめちゃ買ったんですけ
ど、じゃーん、チュチュアンナで買った旅ソックス、めっちゃ可愛いでしょ。3足1000円だからいっぱい買っちゃった。マーブルっぽい感じが可愛い、ラベンダーとベビーピンク、紺色、赤、他にも買ったんだよね。あのね、めっちゃ旅ソックス出てたの。これは普通のベースの白と黒、あとこれはちょっとねゴールドのラメが入ってて、シルバーもあってね、どうしようかなって思ったけど一旦ゴールドだけ買いました。でもシルバーも買えばよかったなってすでになってます。あとはこういう水玉のきなりと紺色、黒かと思ったら紺色だった。黒もあったっけ、あれちょっと分かんなくなっちゃう、すごい種類があったの。とにかくちょっと1個開けてみようかな。あの今すごい旅型のスニーカーっていうんですか、そういうのがねどんどん増えてきて、それに履く用みたいなんですけど、でも普通にありだなと思って、はい、こんな感じでレースなんですけど、裏はねちゃんと布があって、ここに滑り止めがあります。ちょっと歩いてて裏が見えた時だと格好悪いのかな、浴衣とかに合わせちゃうと。でも私だったらこれそのままっていうよりは普通の白い足袋の上にこれを重ねて履くかなって思って、でまあそういう感じだったら見えてもいいかな。滑り止めあるからね、本当に滑りづらそうで使いやすい気がして、珍しいからいっぱい買っちゃった。というわけでこの辺もねこれから活用していきたいなと思います。あと普通の靴下も買ったよ、キラキラーンとベージュとラメみたいなねキラキラしたやつと、あとこれは2色買い。今タグ見て笑っちゃった。こっちはねからし色で、これ何色だと思う？正解がラクダ色です。面白い表現、結構スケスケしてます。これほら涼しげな靴下をゲットしました。というわけで以上が夏服の購入品紹介でした。わりかしあんまりコーディネートどうしようとか考えないで、あこれかわいい、えいって買っちゃうタイプなんですよね。なんだろ、私今年の流行があんまり自分の好みじゃないのかな。 GU 行った時もあんまり欲しい服がなかったんだけど、今回もちょっとあまりにも洋服なさすぎるから買いに行こうと思って買いに行ったら、なかなかね欲しいっていうのにあんまり出会えなくて、ちょっと久々に買い物する気になったのにあれみたいな感じでね、結果小物をめっちゃ買うっていう話しちゃったんですけど、でもねちょっと新しいものゲットしてちょっとルンルンしてきたので、これから着て楽しんでいきたいと思います。というわけで今日の動画楽しんでいただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。